ではまず最初の質問です。ちっこさんからいただきました。渡辺進監督へ、今年もモンテディオ山形をよろしくお願いいたします。監督の好きな食べ物は何ですか？もともとスリムな監督ですが、今年もますますスリムになられたように見え、ちょっと心配もしています。ご苦労も多い立場かと思いますが、山形の美味しいものをいっぱい召し上がっていただきたいですという質問が来ました。渡辺監督、好きなものなんでしょうか？マイク後ろにもありますので、はい、すいません、あ、とんでもないです、はい、ありがとうございます。渡辺監督に好きな食べ物なんでしょうかと。オムライスです。かわいい、なんとか思った。50の親父が何のオムライス今怒られちゃいました、パパに。誰ですか、誰ですかって言ったのダメですよ。オムライス、山形で美味しいオムライスの店とかで見つけられました？あ、はい、この間行ったの、どこだ、あ、行きました、はい、うん、行きました。ちなみに、どうでした、そこのお店、どのエリアとか言える範囲で。穴笠で通らせていただいた、はい、通りのお店です。じゃあそこら辺でオムライスを食べていたら、渡辺監督と遭遇できるかもしれないということですね。まあ、一番美味しいのは妻が作ったお店です。すみません、今私フーとかや、そういうこと言うんじゃないよ、フーとか。ご苦労多い立場かと思いますが、ますますスリムになられたように見えますというふうにいただいてます。ちゃんと召し上がっていらっしゃるんですよね。あ、もう本当普通に食べてます、はい。その体型維持の秘訣とかで、ね、どこにあるんですか？何も、本当に何もしない、逆に運動してなさすぎて、今日は PC に怒られるぐらい。今年はちょっとちゃんと運動しようかと思ってます。ありがとうございます。じゃあもう来年も引き続きオムライスを食べて頑張っていただくということで、ありがとうございます。そしてギリちゃんさんからです。河合選手へ質問です。スルメを食べすぎて顎が筋肉痛になったことはありますか？ちなみに私は河合選手に憧れてスルメをボトルで買い、食べすぎて顎を負傷しましたという文句が来ています。スルメ食べ過ぎて顎が筋肉痛になったことまずあるんでしょうか？いや、僕はもう小さい頃から食べてるので、顎が筋肉痛になることはないですけど、そう、ここだけの話、2年前ぐらいの試合の前泊の時に少し食べようと思って食べた時にちょっと歯が欠けちゃったことがあります。狩り歯がちょっと割れちゃいました。でもまあそのまま試合しました。そりゃそうでしょう。大丈夫ですか？違いました、ちょっと違いました。スルメ食べて歯かけたんで試合休みますってことにならないと。まあまあ、そんな関係ないとこだったので全然大丈夫でした。なんかすみません。クラウコミ検体、河合選手とイカって結構もう本当にもう密接な関係のようにサポーターは思ってるんですけど、はい、選手にとってはどうですか？いや、そうですね、本当にもう迷惑なぐらいで、はい、結構密室とかでも容赦なく食べるんですよ。ちょっと酔ってきちゃって、でもやっぱこうガがあるからもう全然譲らず、美味しいですよと結構迷惑にしたりする。ね、いつかお嬢様に嫌われないようにね、感じ方ね、嫌われないようにしてください。もうイカ食べて、じゃあ今年も頑張っていただくということでよろしいですね？はい、頑張ります。ありがとうございます。そして最後、元卒業したからの質問です。南選手に質問をいただきました。2017年から山形で継続してプレーしてくれた理由は何かあるんでしょうかという質問をいただいております。南選手、2017年からもう在籍も長くしていただいておりますけれども、継続してくれる理由は何なんでしょうかという質問ですけれども。いや、まあ本当に、モンテディオ山形が目指すサッカーだったり、このチームのポテンシャルっていうものは本当にすごいものがあると思っていて、まあそこに自分もいさせていただけているので、まあ本当にありがたい限りですし、未来あるクラブをこう自分は選択し続けているという感じですか？未来あるクラブを選んだ結果が山形だったということですよね。ということで、南選手は来年もしっかり攻撃ディフェンスを各と振るっていただけるということで、南選手来年もぜひよろしくお願いします。
この他にもたくさん質問いただいているんですけど、すいません、採用ができなかった質問も多くありました。皆さんからたくさんのご質問、本当にどうもありがとうございました。そしてクラブコミュニケーターもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、本日多くのサポーターの皆さんにお越しいただいてますので、せっかくの機会ですので、皆さんをバックに選手たちと記念撮影を最後撮らせていただきます。選手の皆さんはステージの前へ移動していただいてよろしいですか。降りていただいて、降りていただいて、はい、ごめんなさい、失礼しました。ステージの上でした。あ、ステージの上で、失礼しました。失礼しました。